参ったなこれ。あれ出さんきりゃよかったなあれ。いや、ね、やだやだマジでやだわ。待って待って本当に怖い本当に怖いやば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 い。ちょっとテラリンさんタイムタイムタイム。嘘。待ってくださいこれ取らないとやばいですよね。いやマジやばい。うわ。なんだこんなクソ企画考えたやつ。お疲れ様です。お疲れ様です。マジで社長いないと嬉しそうですね。全然前と違う。お前動画で見ると楽しそうにしてるのに、俺がおるとどういう顔やらしい顔してるもんな。今日は自らピースまでしてくれちゃう。そうなんかすごい嬉しそう。社長がおると何もできるんだよ。社長のがなんかキャラ強すぎて。ああ。消されちゃうみたいな。消される消される。そんな感じですけど、今日はそう寺岸さんがね大活躍してくれるかもしれない。かもしれない。かもしれない。大活躍になるのか。参ったなこれ。あれ出さんきりゃよかったなあれ。いや今日はこちら使うんですけど、マジで蜂おって巣があるんですよね。そうなんか雨戸を開けたらもうガラスへばりついてるしてて、それを平然と寺岸さんはそう。なんかガラガラって開けてキラキラ笑ってるからでもあれスズマチじゃないでね。でもやだ、だって周りブンブン飛んでましたもんね。じゃなくてもやばいくないですか。ブンブン飛んでたよ。何もしなきゃ刺しても、いや分かんないですよそれは。社長も逃げてくと思わんかったね。おお蜂めちゃくちゃある。ビビる。ちょいお前やばい。現場で仕事しとって虫ダメだって言ってたらダメだね。私現場仕事じゃないんでやめてくださいよ。だけど雲は苦手なんだよね。そんな感じなんですけど、ちょっとまあ私も営業でここ来た時営業の人も知らんくて、だからここで一応アパートやけど入居者の人とか窓開けれん、うん、開けれない、開けれんと思う。まあ、でちょっとこれで今日寺岸さんが活躍するのか。あんたこんなクソ企画考えたやつできますか寺岸さん、まあ、ちょっと気が進まんけどね、あまり、ね、え、待って本当にお願いしますよ、寺岸さん。外したら終わりだよ、もう去ってくるよ。でも考えてください。そう言ってなんか私たちビビらしてますけど、一番近くにいる寺岸さんで一番攻撃されるんですよ。危ないから、まだ安心。そう。逃げるやつ追いかけてくる。いや、無理。嘘、マジですか。で、クマだってそうでしょ。逃げると追いかけてくる。クマと一緒だったら死んだふりしてきゃいいんですか。まあ、これ痛いだけだよ。痛いだけで腫れたりするじゃないですか。痛いのが嫌なんですよ。そんなやつ俺にやらすんでしょ。そうです。はい。じゃあ、行きますか。行きますか。あ、やばい、そこに早速。動いた？なんでやだやだ、マジでやだわ。いや、猫ちゃん殺しちゃダメですよ。どっち飛んでっか分からない。待って、やめてください、ほんとに。うわ、痛い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 。やばい、ドルオール。ドルオール、気持ち悪い。幼虫とかも絶対います。幼虫おるおる。そう、幼虫がうまいんだよ。うまい食うんですか。うん、さあこれをどうするか。殺す。本当に怖い本当に怖いやば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 い。ちょっと寺岸さんタイムタイムタイム。これ取らないとやばいですよね。マジやばい。うわー。すみませんこっちめっちゃ来てますこっちに。寺岸さん。やばい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 。やってるとこ撮りたいのに。いややってるとこ。ねえまだシュシュやってるのに。えまだシュシュ言ってますよ。まだ言ってる。えだってジャラギさんが向こう側から攻撃するからこっちに来ちゃった。大丈夫かなもう。ちょっと行ってみる。でもあそこにいるんですよね。向こう回りますジャラギさんも。あそこ向こう回ってみる。回ってみますか。向こう。私たちの方を狙ってくるから、もう私たち大逃げしてたじゃないですか。逃げてたでしょ。逃げてただって私たちの方に向けてきたんですよ。まだいますか。ねえねえ止まってる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 普通に止まってる真後ろで寺岸さん寺岸さん後ろ後ろ後ろはいいますねえすごいやばすぎ寺岸さん超もがいてもう反撃する力もないこれもう死ぬだけあと苦しんでますね、うん、苦しんでますじゃ最後一撃最後リーチはい行くよ向こうはいはいマジうおーいやびっくりしたもう行くよやべやべやべ
知りました。ジエンドですか、ほんまに。うわ、ジエンドですね。ジエンドした。日差しの上にも死んでるし。え、すみません、こいつの撤去できますか。この巣の撤去。巣の撤去？どれ？リリちゃん手で。いやですよ、いやだ。いやもうなんかもう全身が痛くなってきた。やば。おい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 。おお、無事駆除できました。ありがとうございました。はい、無事、はい、終わったんですけど、なんか寺木さん私たち狙ってきてましたよね。じゃあ、あのリリちゃんが走ってたもんで。確かに。だから私閉めてくださいって言ったのに閉めずに。閉めてくれんかったから。ゆっくり歩いてきゃいいんだよね。ガガガガガガ。いや、はい。こっち来たよ。あいつら。そうなんですか。ふっかけだったんで。え、ねえ、こっち方面に 2,3 匹ぶわってきて。向こうには行ってない。向こうには行ってない。ミュウたちの方に 2,3 匹だけ来たんですよ。ついてきたかもしれない。そう、でもう走って逃げましたもん。だから寺木さんがやってるとこ取れてない。最後。そう、最後。まあ一撃ぐらいしかできないって。一匹ずつ来たもんで。あいつらまとめてこいや。はい。一匹ずつ出資やってたから亡くなりかけたってこと。いや本当に気持ち悪すぎて、もうあの死んでるところとかも気持ち悪いし、マジも一気に疲れたって感じです。いやもう本当にトラウマレベルの。いやマジ怖かったわ。ハチの巣ですよ。あれスズメバチだったらやばいよ。スズメバチだったら素人がやったらやばいよ。やばいよ。でも次回テラギーさんスズメバチですね。スズメバチなんていねえだろ。結構田舎行かんといないよ。じゃあ依頼してください。スズメバチが家にいる方はテラギーさんまで。そうですね、殺しに行きます、こういう感じで。寺木さんの電話、携帯番号貼っといていいですか。待ってて、ここまでそこまでって。え、本当にやばいんですけど、鳥肌止まらん。蚊に刺されたのと一緒ね。違いますね。いやいや、これ蚊じゃないですよ、絶対。無事に撤去でき、はい、無事に撤去でき、これで安心して窓を開けれるんじゃないかなと。そうですね。いや、気持ち悪すぎてやばかったですね。気持ち悪すぎやばかったですね。はい、もう今でも鳥肌します。でもなんか幼虫がうまいとか言ってたんで、幼虫食うんです。蜂の子、あの蜂の巣の入ってる、うまいんですか。いやもうこれかけたんじゃない。あ、そっか、確かに蜂虫剤まめ。あ、もう食べる人多い。気持ち悪すぎて。蜂の巣の中とか、なんか蜂の巣にもなんか幼虫みたいなの見て、気持ち悪いと思います。え、ほんと気持ち悪すぎて、やばいですね。あんな間近で蜂の巣見たの、マジで初めてかもしれない。蜂おるんじゃないかと思うぐらいなんか気持ち悪いんですけど。もう虫この世からいなくなってくれって思ってるんですけど、ほんとに。まあそんな感じで無事撤去でき、はい、無事撤去できましたんで、はい、私たちは逃げまくりましたけど、はい、職人さんは強すぎます。いや本当マジ強い。マジで職人さん神って感じで、はい、そんな感じで作ってきたんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。じゃあ最後、寺木さん締めじゃないですか。締め、今日は社長いない寺木さんが大取り。さあさあ、ああマジかよな。今日は撤去してかっこいい姿を見せたんで。あ、そう、めっちゃ得意げじゃないですか。そう、じゃあ、まあ、こいつにまた見たって。また見てね。リリちゃん最後一人になっちゃったじゃないですか。ほんと、あれ終わったんじゃねえのか。うん、ちょっと死骸の掃除もお願いしていいですか。あの、サッシの下に止まった死骸の。あの死骸。あいつらもちょっと。いる？いや、いらない。絶対いらない。絶対いらないじゃないですか。Yeah.